それではピクミン3の続きやっていきたいと思います。前回は一つ果実を取り損なっているので、今回はそれをまず最初に回収して、それから前回欠片で作った足場を使って川の向こうへと渡っていきたいと思います。じゃあ早速着陸。あとは2体目のデメジャコをやっつけに行きましょう。あれは多分赤ピクミンやイアピクミンを上から投げ入れることができたとしても、水場を連れ帰るということがかなり困難になるので、それは避けたいと思います。まあ隊列に入れとけば帰れるから問題はないんだけどね。どうしようかな。まずは3人一緒に行くから、キピクミン OK。 こっちか。なんかブリトニーさんは普通だけど、キャプテン足遅くね。まあいいか。最初は まずはここに2人乗せなきゃいけないんだ。はこちらを下げて、ちょっと投げすぎたかな。よし、まあ大は小を兼ねるというからこれでいこう。よし、そしてここに乗せたいクルーを投げて、何体ぐらいかな。ちょっとこれ大きいから余裕持っていこう。まあ向こうが30体ぐらいあるから、こっちも30体ぐらい連れていけばいいかな。ちょっとはみ出てるけど、よし。そして届くかな。ほい、お、いいね。あ、はみ出るはみ出る。いっぱい連れてきてよかったか。うん、ほい、おお、ちょっと減らそう。あれ34もあるのに下がらないね。あ、ここに重りがついてるんだ。だから最初から傾いてるのか。じゃあもうちょっと、おお、何体差ぐらい。9個の差があればいいのか。あ、メモデータは下がってこないんだ。じゃあどうしようかな。投げちゃうか。いくつ？見えないな、ちょうど。お、あ、ちょうどぴったり。おお、え、すごいゆっくり降りてったね。へえ、すごいな。まずボトッと落とすイメージがあったけど、あっと、あれ、これは、どうしよう。ちょっとキャプテン、ちょっと投げてみよう。ほい、おっと、ほい、届く？いけ。あ、なんだ、そういう考えだ。普通に減らせば重りがあるんだからいけるような。秘密のメモ8。今度は羽ピクミンが穴の中を通ってるな。オッケー、よし。まず当初の目的はなんとかクリア。ここ羽ピクミンで余裕なのかどうかはまだわからないけど、もし2周目やるときは試してみようかな。まだちょっと草ピクミンばっかりだから足が遅いな。あれ、
もう、あ、まだここなのか。よし、じゃあ一旦閉まっちゃって、そして青ピクミン、お、全力。あとはどうしようかな。まあとりあえず青ピクミン部隊を作って、おっと、違う、ほい、よし行こう。まずはここかな、デメジャコ、いや、ここってここからこう投げ飛ばすといいってことか。じゃあみんなで行くか。あ、じゃあアルフ君でいいよ。アルフ君と一緒にここまで、あ、そっか、3人いないと投げられないのか。じゃあおとなしく待つか。先に行ってよ。はい、ここまで移動。あ、またきっと原生生物がそろそろ復活してるから止めとこ。まだかな。あ、そっか、なるべく多く乗せればいいんだ。急げ。いやいやいや、面白い鳴き声だ。よし、ピクミンは、キピクミンはしまっちゃおうかな。赤は使うかもしれないからこれぐらい。よし行こう。おっと、あ、すぐちょっと離れただけで諦めるのは感心しませんね。いないかな。オッケー。おっと、あ、ただの蝶々か。あ、あれ羽ピクミンじゃないか。くそ。じゃあ、あれは一旦置いといて向こう側に渡ろう。ほい、渡すよ。青ピクミンはそんなにいるかな。全部渡すの大変だな。ふう、そしてほい、赤からいこう。何あれ。あ、確かあれはハサミの部分が水晶だとか言ってなかった。うおー、やばい、岩ピクミン持ってこないとダメだ。カニだから横にしか動けないみたいだけど、とりあえず逃げてきちゃったけど、どうしよう。これどこに運ぶの。これ青じゃなきゃやばくね。あ、待って、ここに縦穴があるぞ。よし、よし、じゃあどうしようかな。岩ピクミンを持ってこないといけないんだ。じゃあ戻そうっていうか降りよう。バチャ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 、ほい、いや諦めないでよ。だからすぐ諦めるんだから。よし、あ、また引っかかってるし、この上り坂がくせ者だな。よし、じゃあ岩ピクミンとかを取りに戻ろう。はい、ん、あ、かけらが増えていってる。ちょっと様子を見に来ちゃったけど、あー、メモデータがあるけど怪しいな。あ、やっぱり持ってっちゃうか。危険だから止めます。よし、まずあのカニをやっつけないと。まずは青ピクミンをしまって、
岩を10体ぐらいは必要だよな。そして赤で攻撃、赤は向こう側にもいるからこれぐらいでいいか。そして羽ピクミンはまあ余裕があったらあれを引っこ抜くために持っていこう。10で足りるかな、大丈夫でしょう。 OK、 よし、そして、あ、そっか、投げ渡せないのか。一旦アルフ君もこっち来ないといけないのか。ここ行くのか、行くぞー、いひー、危ない。あ、ここに待機させとけばいいのかな。怖い、やめとこう。足は遅いけどちょっと怖い。あ、ここに待機できねえじゃねえか。ここか、まあしょうがない、ここに置いて戻ろう。ちょっと殴ってみよう。えい、あ、効かない、やっぱり効かないよ。おっと、降りられないぞ。ここからジャンプできない。え、どこから降りればいいんだ。あ、よかった、いいゲームだな。こういうところのスロープも全方向から行けると嬉しいんだけど。よし、じゃあ投げて、ほい、ひたすらボタン連打。羽ピクミンは、おっとっと、落ちそうなんだけど、届くかな。あ、ほい、オッケー、ほい、お、十分十分。あ、時間がないぞ。よし、果実をゲットして運べる。オッケー、じゃあこのままね、あの6匹と言わずに全部乗っけてドレイク号まで戻ってくれるとすごく安心できるんだけど、まあ仕方がないか。ほい、じゃあ羽ピクミは預かっておくよ。よし、そして投げる。なんとか今回であのカニのお化けをやっつけたいな。トリドニさん、お願いします。行くぞー、まずは逃げ。そしてほい、青ピクミンはここに置いとこう。そして行くぜ、後ろから攻撃。よし、オッケー、突撃。さすが、踏み潰された時はどうなるかと思ったけど。ほい、総動員だ。そして叩く叩く、オッケー、
うん、オッケー。迷ってる迷ってる。カニ玉、こっちも。そしてメモデータをゲット。秘密のメモ1。キピクミンが1を持っているな。これで3つ集まった。5種類ぐらいはたまるのかも。おっと、あ、ここに残ってるぞ。よし、じゃあまずはここまで移動。そしてもちろんドレイク号付近に行って、そしてアルフ君ははぐれたやつを捕まえに行こう。え、なんかいつもよりかカウント早くね。気のせいかな。よし、このままでは死んでしまうピクミンが多すぎる。この辺何にもないかな。あ、そういえばデメジャコと戦う時間はなくなってしまったな。まずは安全確保、つまり帰ろう。はい、ここまで移動。大丈夫かな。ほい、全部しまって、青ピクミン、お、ちょっと出しすぎたな。オッケー。ほい、いいね、ギリギリ間に合う。でないっぽい。閉まってる間はカウントが止まるのかと前勘違いしたけど、そうでもなかったのか。あのまま運ばせとけばよかった。なんかものすごく吸い上げてるエフェクトが残ってるんだけど。あーあー、おお、ついていっちゃったよ。せっかくあそこまで吸い込んだんだから、あ、ここから目を飛ばしたらどこに行くか分かんねえな。諦めましょう。二度と掘り起こされないピクミンになってしまう。なんか今回はすごく忙しかった感じ。新種の果実を回収した。一番左のやつすごく硬そうでデコボコしてるな。大玉にがみパシリ、うん、グレープフルーツ。これはだいぶ果汁が絞れそう。この果汁を絞ってるところを見ると味を想像してこうジュルリって感じになるな。こしりそっくり。ワニのふぐり。お、これってなんだろう、よくある木の実って感じだけど、これはなんだろう、 3D モデルで見てるからわからないのか、単純に見たことがないのか。まあいいや、ワニのふぐりをミキシング。自分の知らない果実ってのはどういう味がするかわかんないから、ジュルリとはならないな。あの、ホコタテ星人絶対に許さないんだから。あまりの怒りに片言になってしまうが、飲むものは飲む。このテンションの変わりようがちょっと笑っちゃうな。さっきまであんなに怒り浸透だったのに。そして23日目をクリア。今回は犠牲なしか、よかった。青ピクミンはそんなに増えてないかな。うん、最後のやつ取れなかったんだね。あー、そっか。カウントがゼロになってもオニオン付近のやつはカウントされると思ってしまったな。お、
赤ピクミンは火に耐性があり、炎にも勇敢に立ち向かっていく。それから他のピクミンに比べて戦いにも長けている。あんな顔して戦闘の能力が高いなんて、まるでキャプテンみたいだ。それは一体どういう意味でございましょうかね。わっはっは、まるでキャプテンみたいだなって言うんでしょうかね。あんな顔してって、赤ピクミンってピクミン界の中じゃどうなの、イケメンなの、どうなんでしょう。黄色あたりはあの耳が長いからイケメン風だけどね。ピクミンにそもそもオスメスとかあるのかわかんないけど、恋愛に有利な人とかいるんでしょうか。よし、じゃあ話す。ピクミン、スパ、ペヨ、ピクイン、うん、一定の話は必ず出るのかな。3回ぐらい聞いてみよう。ディバクシュ、オス、パパソ、ポン、ポン、ポン、ウーム、はい。ピクミン、テンニン、レイク、スパ、ソクソ、ヌルン。どうしてピクミンはあの美味しい果実をドレイク号に運んでくれるんでしょうか。確かに勝手に運んでるけど、わかるんかね。ペレットや生物は食料になるけど、幸い果実は彼らにとって不要なものなんでしょ。あ、なるほど。互いに共生関係だから、これぐらいはしてあげようかみたいな感じなのかな。あんなに美味しいのに味に疎いのかしら。あ、確かにな。ピクミンって別に物を食べるわけではなくて、オニオンがエネルギーを吸収してるっぽいからね。お、ちょうどよかったじゃないか。ドレイク号に生物の死体を運ばれても迷惑なだけだぞ。うんうん。だいたい本能的に何でも運んでしまうなんてすごい働き者ですよね。あ、そうなんだ。あの、本能的に勝手に運んでるんだ。言われてみれば脳みそ少なそうだしな。一体どういう理屈でそうしてるのか、不思議な生き物ですね。というわけで、あ、もう一回話す。食料の種をコッパイ星に持ち帰っても、また食料危機にならないかしら。なんで、何の計画性もなくただ消費を繰り返したらそうなるだろうな。うん、なんかちょっとキリッとしてるな。でも計画性を持って生産と消費を繰り返したらうまくいく気がするんです。お、未来に希望があるな。それを僕はピクミンとの共同作業で学んだ気がします。おー、いいね。なんか学校の宿題とかになりそうだね。自由課題、ピクミンの生態みたいな感じで。コッパイ星に帰ったらアルフ君に頑張ってもらいましょう。アルフ君頼りかよ。まあアルフ君若いからね、コッパイの人たちがどれぐらい長生きするのかわからないけど。よし、じゃあ今回のお話はこれでいいかな。今回やったことは果実を結構集めて、うん、橋を作ったんだよね。そして何してないんだっけっていうのが、あ、そうそう、途中まで行ったエリアを引き返してきたんだった。今度はなんかすごく広くなってたから、巨大原生生物との戦いがあるんじゃないかなと睨んでます。あとは青ピクミンでしか行けないエリアがちょっとだけ残ってるかな。その辺もちょっと見ておきたいと思います。はい、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。ではまた次回よろしくお願いします。